上空から見た中国路中国国分とは、橋場秀吉と毛利輝元の同盟関係が成立した、天正十一年以降、秀吉政権によって行われた三陰道、三陽道にあたる中国路に対する大名など、諸領主への領土配分のことである。文中の野の都市は、西暦、揺り薄暦、月日はすべては暦、鮮明暦の調略による。詳細は、 中国攻め及び中国大返しを参照。豊臣秀吉毛利輝元天正5年以降、橋場秀吉は主君織田信長に命じられて毛利輝元の勢力圏である中国路に対する進行戦を展開した。これが中国攻めである。戦争は6年に及び、秀吉が備中高松城の戦いの最中にあった天正十年六月まで続いたが、 同月二日の織田信長の突然の王子によって中断された。秀吉は主君のあだ、明智光秀を撃つため、直ちに毛利氏との講話を取りまとめ、刑に向けて取って返した約10日間の軍団大移動の後6月13日、山崎の戦いで光秀を撃ち、6月27日の清須会議でも他の重臣や一族に対して優位に立った。この会議の結果、 柴田勝家は、秀吉の本拠である、大見国長浜を新たに得たが、秀吉は、張馬国のほか山城国、河内国、そして、光秀の丘陵であった丹波国を獲得した。京都を要する山城を領した効果は、大きく、7月11日に、京都山品の本国寺に入った秀吉を公家たちは、次々に訪問した。また、7月17日には、 山崎線のあった天皇山山頂に山崎城の不審を開始した秀吉に対して安国自衛系が早々に毛利輝元と吉川元春の使者として訪れている。毛利氏側としては領土交渉を少しでも有利に進めたかったのであろうと考えられる。天正11年3月対立していた秀吉と柴田勝家は大見国静ヶ岳を主戦場として戦った。 その際、毛利輝元は、秀吉、勝家の双方から同盟を申し込まれたが、中立を保った。なお、この時、足利義明は、秀吉、勝家の両陣営に働きかけて、京都復帰を図ろうとしている。秀吉は、静ヶ岳戦勝後の同年5月15日付の大見坂本からの手紙で、東海、 北陸地方での戦火と旧武田資料を除く信長の旧藩とが秀吉の支配下に入ったことを、照本のおじ、小早川高景に伝え、照本がもし自分に従う覚悟をするなら、日本の治む、頼朝以来これに配下でかますべく騒動やと述べ、信長から自立した独自の政権作りによって、天下等を推し進めていく抱負を示した。そして、新しい天下の拠点として9月には、 大阪城の築城を開始した。秀吉は、両国割条に関する毛利氏側の要請を入れて、法規国政部及び、備中国の高橋川伊勢を毛利領として確定した。天正11年8月、毛利氏もこれを一旦受諾して、人質として小早川元房と吉川京子を秀吉のもとに送ったことで、境総論は解決の目途が立ち、これをもとに、 中国国分がなされた。毛利氏の居城吉田軍山城本丸から二の丸を望む毛利氏と秀吉の領地配分交渉は山崎の戦い後の天正11年から数年かけて行われた。毛利氏は人質の提出によって中国の9カ国を有する大大名となった一方、秀吉政権に服属することとなった。しかし天正12年3月、秀吉は ウッキタ家に対し毛利氏への備えを命令しており、必ずしも全ての警戒を説いたものではなかった。領地配分に関する細かい交渉は、毛利の服属後も続き、秀吉政権における中国路の取り次ぎの任にあった黒田義隆と八チス勝が現地で、毛利氏の外交像であった安国自衛系が上方で、それぞれ交渉に当たった。その結果、 秀吉が当初求めた高橋川伊藤の毛利領の全面割譲は受け入れられなかったが、備中国の内海王軍、宮古堺軍、久保屋軍、三正家国、及び備戦国の内小島軍を毛利氏より割譲されることで決着し、これらはほとんど備戦岡山城の城主、浮田秀家に与えられた。秀吉は領土の点で毛利氏に対して妥協する反面、 天正13年の奇襲攻め、四国攻めでは、毛利氏に協力を求め、照トも、またこれに応じた。三陰道に属する法規国では、西三軍と八橋領が、毛利領、八橋領を除く東三軍が、南条元継ぐ領として確定した。単語国は、細川藤高、忠沖府氏の安堵が認められた。日本史学者、藤田達夫によれば、本能寺の変後、 遅くとも、天正10年6月8日までに秀吉の使者と藤鷹とが接触していたとしている。藤鷹はまた、同時に明智光秀からも擁力するよう盛んに求められたが、結局は、光秀の要請には応じずに中立を守った。そして、山崎の戦いでは、秀吉軍に加勢しなかったにもかかわらず、戦後の秀吉は、同年7月11日付の書状において、 藤士に対し、その全面的な協力に謝意を表し、今後の細川家の処遇について受け合うことを神に誓う、希少文を発した。三陰道に属する丹波国、田島国、稲葉国、山陽道の張馬国及び、南海道の淡路国の諸国には、職法系特に、秀吉配下の大名、商名に領土が配分された。これら諸国は、秀吉自身が、 中国攻めや山崎の戦いなどによって獲得し、その勢力を腐食していった地であった。それゆえ、不代の家臣のいない秀吉にとっては一門や古外の家臣に治療配分する地域として重視された。このため、領土としては細分されることが多く、また、並行して天下統一事業の一環としての四国、九州、東国等の戦役が進められたことから、 その論功交渉の影響を強く受けて、この地の領主は目まぐるしく交代した。広島城の復元天守と水堀上空から見た、与那古城国土交通省国土画像情報をもとに、作成、毛利輝元は、秋国、貧後国、須王国、長戸国、岩見国、出雲国、沖国に加え、備中、放棄領国のそれぞれ西部を領有する大使となった。 中国路における所領の総国高は112万国であり、大名領としては、徳川家康に次いで、上杉氏の合図120万国にほぼ等しく、対抗増入地の半分強にも達する耐震となった。秋数大長と岩見泉貧号機放棄三軍、備中国のうち、右国国県地、任長面、112万国のこと内訳はなお、自らも、 豊臣秀長に従って一軍を率いた九州政罰の後、瀬戸内海の政界権が完全に豊臣政権に服したため、経済的に見て、水上交通における流通昇悪が拡大名にとって以前に比較して格段に重要度を増した。毛利輝元も九州政罰の終了した天正十五年以降、本拠地を山間部に立地する秋国吉田郡や真城より、 水上交通に適した大田川川口の広島に移している。新しい巨城となった広島城は天正19年に完成した。また、小早川高景はビンゴ国の三原要害を毛利一門の東の拠点として整備している。毛利領のうち三陰道に属する諸国は照本の叔父吉川元春の創刊するところであった。その三岸で、 溶接した兄の後を継いだ、吉川博家は、天正19年3月13日付で、出雲国の東藩、沖国、宝木国の西藩、及び、秋国の一部の総高11万国を、毛利照元よりあてがわれた。博家は、同年6月、天越のかつての居城で、要害無比の堅固な城として知られた、出雲の合算と打城に移った。しかし、 ガス山とダジョウも、やはり山間部に位置していたため、広い家は、新しい本拠として、水陸の交通にしべんな、法規国会見群に与那子の地を選び、与那子港山次郎の集築に取り掛かった。山頂には本丸、北側中腹部に二の丸、その下に三の丸の各角が設けられて、金星城角となし、天腰時代に四角として機能していた飯山は、出丸として活用された。 浮キ秀家は、天正9年の父、浮キ直家の没後に異様を継承し、それに、先だって直家が信長への基準を明らかにしていた。ことから、天正10年正月、織田信長より、備前一国を安堵され、5月から6月にかけての、備中高松城の戦いでは、橋場秀吉に加勢した。秀吉と毛利氏の領土確定交渉の後、秀家は、 本領としていた、備前のほとんどと、毛利氏より活上された備前小島軍、蚊屋、宮古堺、久保屋の備中三軍、三正家国を合わせて57万4千国を領した。岡山城再建天守これは、大名領としては、徳川氏、毛利氏、上杉氏、前田氏、伊達氏に次いで6番目の国高であり、日立国の佐竹氏、薩摩国、大隅国等を領する島津氏に、 ほぼ匹敵する規模であった。当初、浮多氏は、備前上等軍の沼城を本拠とし、秀家もそこで生まれているが、天正元年、父直家は、備前の国人であった金光氏を滅ぼして、石山にあった、岡山城に、遷った金光氏時代の岡山城が小規模であったため、直家は城域を拡大して、縄張りをし直し、石山、岡山、天神山の山山のある地に、 城下町を築いたが、後を継いだ秀家は、城地をさらに拡大して、岡山城を集築し、旭川の流路を変更して、岡山城下町を本格的に建設した。備前福岡や備前小島、三坂などから商人を集め、領内の武士も城下町に集められた。天正十一年、秀吉は、淡路国洲本城に、戦国秀久を五万国、摂津国三田城に、 山崎平野を二万三千国の大名として入法させるなど、中国平定に、功のあった大名たちに次々と領地を与えた。丹波、丹後、編集参院道に属する丹波国と丹後国は共に、天正三年以来、織田信長の攻略を受けた。参院方面司令官に当たったのは、明智光秀であった。天正七年、ようやく両国の平定が完了し、その結果、 明智光秀は丹波一国、細川藤高は丹後一国を与えられた。丹波亀山城の石垣丹波は、清洲会議の結果、橋場秀吉の両国となり、光秀の居城だった丹波亀山城には、信長の4男で秀吉の養子となった橋場秀勝が入った。秀勝の死後は亀山十万国の大名として小早川秀明が入ったが、 文禄四年の豊臣秀治の事件に連座して、改役となった。この後亀山には、文禄年間に、前田玄威が五万国の城主となって入部した。なお、玄威は、西丹波の抑えとして、滝郡八条城の差配も命じられている。明智光秀が改修したという北丹波の、福知山城には最初は、杉原栄次、ついで、大野義守勝が四万国で入部し、 イカルカ軍参加一万六千国に、谷森友、道具城林一万国に、高田治中などが所領を得た。また、慶長三年には、織田信長の弟で秀吉の乙義衆であった、織田信兼が丹波国兵上軍柏原に三万六千国で入法した。丹後は、天正六年からの細川藤高とその子忠興、京元兄弟による丹後攻めの結果、天正七年、 一式氏を降伏させて占領し、天正八年、改めて信長から単語一国が与えられた。藤高は、当初宮津城を本拠としていたが、天正十一年から十三年にかけて隠居城として、田辺城を築き、同地に移った。本能寺の変に際しては、藤高は、有罪とこうして、四足忠沖に家督を譲り、また、啓発して、信長への弔意を表して、 光秀に対しては、非協力の意思を表明したため、山崎の戦いの後の清須会議では、細川氏の単語領有が安堵された。田島、編集田島伊豆市場前景天章13年、田島伊豆市場にあった、豊臣秀長が、奇襲攻めの甲で、木の国、泉国の日カ国を与えられ、木は賀山城に移ったのに伴い、田島国は4分されて、前の長安が、 伊豆市城七万五千国、別所主義胸、別所吉春府市が田島八木城一万二千国、赤松広秀が武田城二万二千国、赤城吉郎側組が木の崎城二万二千国をそれぞれ与えられた。なお、別所主義胸の養子吉春は当初信長に従いながら、後に離反した張間三木城の城主別所長寺の実施だという説がある。文禄4年。 秀デ事件に連座して、秀デの過労であった、伊豆市の前の長安、家臣として仕えた、豊岡の赤市のリザネは共に切腹した。そのため、同年、小出義政が、針間立つのより、田島伊豆市場5万3200国に入り、慶長2年には、北満所の重定にあたる杉原長房が、豊岡に万国の上司として、田島に入部した。稲葉、後期、 編集鳥取城の復元城門稲葉では、鳥取落城後の天正9年、亀井これノリに稲葉六夜城13,500国を与えて、桁軍を治療させ、稲葉の防衛に当たらせた。また、稲葉鳥取城の城代として、宮部慶順を廃止、後に、稲葉国の高草軍、八上氷、郵美軍、常見軍の四軍と田島二方軍を与え、九州平定後、 宮部慶順を鳥取城主とし、そのまま五万国の大名として取り立てた。さらに、八島軍若狭城には木、下重県、地図軍持ヶ瀬城に、磯部兵部、大助と与那を、巨能軍浦富の霧山城には、下記や三つ成を封じた。放記では、浮き田直家の信長基準と、ほぼ同時期に信長方に服した羽衣岩城の南城。 元継が東方機の河村軍、久米軍及び八橋領を除く八橋軍の領有を安堵され、西方機は毛利領となった。八橋領と汗入り軍、海天軍、日野軍の西方機三軍は、後に吉川広家への領するところとなった。針馬、淡路、編集姫路城天守針馬は、中国攻めに際しては司令官である秀吉の本拠地となったところから、 早い段階より、配下の武将に対し所領が分与されていた。三木合戦後の三木城には、前の長安が治行校3万千国で入部し、天正八年には、伊藤軍福井省6200国、同軍岩見省2700国、同軍伊勢村千国などが、黒田義隆に与えられた。天正九年、八須賀まを、針間立の城五万三千国に取り立て、浅野長政には、 優等軍小卓将、道元村など5600国が与えられ、黒田義隆には優等軍より1万国が数をされた。天正13年、四国平定戦の功を認められた淡路洲本の戦国、秀久は四国国分によって、佐抜国高松城10万国に天保となったため、脇坂安二が洲本三万国の領主として淡路に入部した。天正十四年には、 伊古町かまさに、針馬赤江城6万国、加藤義明には、淡路七条一万五千国が与えられた。後に、伊古町かまさは、戦国秀久に代わって、佐抜に、加藤義明は、伊予に天保となった。天正十五年、秀吉正室北万所の兄、木下家貞に、針馬国の笠井軍、南軍、伊宇東軍ほか一万戦国余りが当てがわれた。その後、 家貞は文禄四年に姫路城に入城し、国高も張馬六軍二万千国余りに加蔵された。文禄三年六月、小出義政が八塚正勝の居城であった辰野城に二万千余石を与えられたが、常日の通り、翌文禄四年には田島伊豆市城に加蔵店舗となった。文禄三年、か谷武竹則に加古川城一万二千国が、 木下家貞三男の木下信都氏に、張馬国内に万五千国、木下の米には、同国内に万国が与えられ、張馬は、次第に、北万所の聖火木下氏の文国のような様相を、呈した。天正十二年十二月末、秀吉は、照本の娘を、養子の橋場秀勝に目合わせ、毛利氏との間に、縁石関係を結んだ。天正十三年正月、 秀吉は、毛利氏との境界確定交渉で大幅に譲歩し、南海道方面の攻略戦での協力を要請した。同2月には、小早川高景に、自らの3月の奇襲攻めの意向を報じ、文国中のすべての稽古戦を、泉岸和田に集結している。この後、毛利氏は、橋場秀長を総対象とする奇襲攻め、四国攻めに協力した。同時に、 秀吉政権に深く組み込まれることとなり、天正十四年、毛利領内の白割が命じられた。天正十四年から十五年にかけての九州の役でも、豊臣秀長に従い、五番隊まである、秀長軍の内小早川高景と、吉川元長は二番隊、毛利輝元は三番隊の軍役が課された。なお、吉川元春着難の元長は、九州の陣中で死去し、 家徳は弟広家が継いだ。秀吉に徴用された、浮田秀家浮田八郎は、備中高松四郎攻め以後、静ヶ岳の戦い、小牧、長久手の戦い、四国攻めに加勢し、天正十三年には元服して、秀吉の一時を賜り、秀家と名乗って、九州征伐にも参加した。天正十七年には、秀吉の幼女であった、前田利家則女郷姫をめとり、 豊臣、前田漁師と遠石関係を結んだ。幼女とはいえ、郷姫は戦国時代にありがちな政略によって即席に縁組した幼女ではなく、秀吉夫妻にとっては幼い頃より本当の娘同然に育ててきた学娘であった。なお、秀江長用の陰には人質として差し出された、秀家の母が絶世の美女であったため秀吉は彼女を寵愛し、 それゆえ、秀家も、秀吉の養子となって出世したと言われることも多いが、少なくとも一時資料からは、その事実は確認できない。いずれにせよ、このように、毛利、うっの漁子は、豊臣政権各志の大名として、特に、秀吉との遠石関係も結んだ最国一、二の大大名として、豊臣政権を支えた。文禄四年の秀で事件後、毛利輝元と秀家、うっきたひ 小早川高景の三名は、徳川家康、前田利家、上杉影勝と共に連署する形で、大き手を発令して大老に列している。なお、高景死去の慶長2年以後、その5人は小大老と呼ばれた。土地制度の面では、いわゆる大公検知が全域で行われた。以下に、日本風情に記された、慶長3年段階での国高を記す。検知により、 初代名家の国高が確定して、両主にはそれを基準として軍役が課せられることとなった。さらに、中世的な城郭は城割によって破棄されて各地に金星城郭が築かれるようになった。城下町の多くは、領内の当地に便利で、水陸の交通の便の良い地に多く建設された。各大名は、豊臣政権に組み込まれ、四国攻め、九州勢伐では、 地理的関係もあって、多く、先方を務めるなどの重要な役割を担った。その一方、それぞれ、豊臣政権の公認を得て、大名権力を強化し、過信団を整備して、近世大名への脱皮を図り、在地勢力や領民に対した。なお、宇喜多秀家ら各大名は、天正16年4月の御用税天皇による、樹落大行行の際には、関白、 大城大臣となった、秀吉の命令に違反しないことなどを誓い、朝廷の委解を受け、豊臣政権を構成する大名間の序列を受け入れた。行行当日は、九州に在陣していた、毛利輝元、小早川高景、吉川広家らも後に上落して、豊臣政と叱るべき官位を授けられ、7月末には、揃って三大した。この後、三院道、 山陽道に領地を配分された大名の多くは、天正十八年の小田原征伐、文禄元年からの文禄、慶長の役にも参加した。関ヶ原の戦いも参慶長を三年八月、秀吉が死去し、翌慶長四年うるう三月には、豊臣秀頼の森役であった、前田利家が死去して、豊臣政権内部の均衡が崩れた。の一人であった、石田三成は、 家康の合図上杉討伐を、むしろ、大宇の上杉影勝と提携して、家康を挟み撃ちする絶好の機会と捉えて決起した。まず、慶長5年7月、家康の合図政党軍に加わるため越前鶴賀を、立った大谷義継と、沢山城で会見して、旧知の義継を味方につけた。7月12日、大和国軍山城城主で五奉行の一人であった。 増田長森はこれを家康方に報じたが、増田と、長塚正江、前田玄威の三部行は同時に、毛利リー・テルモトにも、至急大阪城に登場するよう求めた。大阪城にあった、淀ドもまた、三部行と共に、石田、大谷の行為を謀反とみなし、家康方に報じて、大阪への帰還を要請した。家康とテルモトはこの時、共に、 豊臣政権のご大老を構成する二人として、無本の鎮圧と秀吉の維持、秀頼の仕事を期待されたのであり、淀ド殿、あるいは三奉行からすれば、上杉氏も、また無本人であった。すなわち、家康は、抗議権力として、無本人性抜を旗印に出陣したことを、自他共に認めていたのであり、それゆえ、豊臣恩子の諸大名も動員できたのであった。 ところが、三成は三部行に自分に勇気することを説得し、また、7月15日には、秋国広島城を出発して、翌7月16日には、大阪に到着した、毛利照本を味方に引き入れて、西軍の総大将として担ぎ上げることに成功した。浮田秀家も、また、これによどうした。照本は直ちに家康の留守協約を放逐して、大阪城塞の丸に入り、 そこに集まった、西軍諸将は、7月17日付で、内府地下費の上場と題する大家康断外文を、諸国の大名に書き送った。西軍はまた、合図に向かった諸将の祭祀を、直ちに人質として、大阪城に引き入れる作戦を取ったが、丹後宮津城主、細川忠興夫人のガラシャがこれを拒否して、死を選ぶなどして、この作戦は失敗した。19日、 小早川秀明、島津義弘、浮田秀家らが、鳥居元忠の守る伏見城を攻めたが、元忠の激しい抵抗により、陥落したのはようやく8月1日になってからのことで、あった。一方伏見城から元忠が発した、西軍挙兵の方は、7月24日、下屋国小山に着陣していた、家康の下に達し、これに対し、福島正則、黒田長政、 山内和とよらと与富み温子の大名は、家康を対象とする会津政党軍の反転政情を、むしろ主将した。その後、最終的には決戦の舞台が、美の国関ヶ原に移された。慶長5年9月15日の関ヶ原合戦は、東軍の井直政、松平忠義隊が、西軍の浮田秀家隊に攻めかかったことで先端が開かれ、 また、浮田隊と福島隊との間の激しい攻防は、関ヶ原本線における激闘の中でもその際たるものとして、ストに知られる。しかし、照本の派遣した、毛利秀元隊を呼び、吉川広家隊は動かず、最後には小早川秀明の裏切りが、決め手となって西軍は、敗退、東軍に大勝利をもたらした。なお、西軍決起の真相については、決起の主導者が、 石田三成ではなく、実は、浮田秀家であるという見方がある。というのも、7月5日という早い時点で、秀家が、報告神社で、出陣の儀式を取り行い、また、その2日後には、秀家室が、北万所の使者を堂々して、神楽を奉納しているのであって、諸儀式の準備や、北万所への連絡などを考えれば、秀家決起の意思表明の方が、 三成挙兵の意思表明よりも、時間的に先んじていると考えられるからである。秀家主導説に立つならば、むしろ、秀家に強要された三部業がやむなく、毛利氏に働きかけ、それを受けて、作動を始めた、暗黒自衛系がテルトの出馬を工作し、また、テルト出馬の結果を既成事実にして、決起をためらう三成を無理やり自らの路線に引き入れたという見方が可能になる。 また、毛利てる元についても、従来言われてきたような、単に他律的あるいは形式的な西軍の名手では、なく、むしろ意欲的、計画的な決起の主導者の一人であったという、見解がある。例えば、7月12日に発せられた三部業の、上坂養成の書状は、当時、書状が大阪から広島まで、通常3日を要することからすれば、15日に、 到着した可能性が高いものであるが、テルモトは15日のうちに広島を船で出発しているところから見れば、彼は上坂をほぼ即断しているのである。さらに翌日には大阪城に到着して、家康る死去を早々に追い、抗議権力の用として豊臣秀頼を主中にするという巨に出ている。このような大阪渡航に用いる船、兵糧、武具などの手配や、 家臣団への下地及び大阪城に入ってからの親徳川派の動きを封じる。手法の迅速さ、手際の良さは、三成、義次の計画に一枚加わっていた、寺本の予定の行動だと見ることが可能である。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人に仕えた姫路最小、池田寺正和利清須24万国から秋、広島藩の大使となった。 福島正則関ヶ原の戦いで西軍に就いた、諸将は干渉した徳川家康によって領地募集など厳しい処分が下された。ことに、この地方では、豊臣五大老のうち二人がおり、西軍大将であった毛利輝元は大幅に減行されて、長と諸王両国の領有に留められ、主力として参戦した西軍副将、浮田秀家は海役となったため、 大名配置は大きく塗り替えられた。なお、うっきたひは、関ヶ原合戦後、伊吹山中に逃れた後、島津義弘を頼って、薩摩へ落ち延び、三年同地で暮らした。しかし、その噂が広がって、徳川家康の耳に入ったため、慶長八年薩摩藩主、島津忠常は秀家を家康に引き渡した。忠常及び前田利長の家康への、 除名嘆願により、秀家は死罪を免れ、慶長11年八条寺前配慮された。明暦元年に84歳で死去するまで、秀家はこの島で生活した。西軍に就いた、丹波の小野木君里、川勝州市、田島の西村博道、稲葉の宮部長房、木下重方、柿屋三成、宝器の南城忠明、張間の木野べ横浜茂勝。 カスやムネはそれぞれ海域となった。前田源威の産卵で丹波亀山城主であった前田茂勝は関ヶ原戦では西軍に属して東軍の細川雄才のこもる単語田辺城を攻めたが、朝廷との太いつながりなどが幸いして丘陵を安堵された。一方の細川氏は、その田辺城の戦いでの軍港が評価され、 武前中津三十九万九千国に数を違法され、その後、武前小倉四十万国、さらに、忠興子族、細川忠都は、日国間本藩五十四万国と領地を増やした。豊臣御子の諸大名で東軍についた、池田て政、小早川秀明、福島正則は大幅に火増されて、それぞれ、針間姫路、備前岡山、秋広島の山陽道の要所に配された。 小早川秀明は、備前、美ま坂の浮田給料を与えられたが、その知性は、乱れて、老人はじめ家中で蓄天する者が後を絶たなかったという。慶長7年、秀明は21歳で没したが、死死がなかったため、取り潰しとなった。また、この戦いで中立を守り、秀吉正室高大院の主営に当たった、木下信利氏は家康によってその功を認められ、加造されて、 文後国日室に転出した。なお、関ヶ原の戦前にあたる慶長三年と戦後の慶長七年の中国路の大名配置は以下の通りである。ありがとうございます。